皆さんこんにちは。こんにちは。今かなり、序論で元気出せっていうような感じでね、しましたが、皆さんと一緒に、こう目指せ100歳、健やかな100歳、考えてみましょうと思ってまいりました。まず私はちょっと自己紹介をさせていただこうと思うんですがね、私は生まれたのは静岡県の浜松で生まれました。それから戦争中でしたからね、今年85歳ですが、江田島の海軍兵学校というところにね、海軍の将校を憧れて行って、その兵学校の生徒さんの時に、終戦になりました。それから終わってから名古屋にありました、当時まだ国立の第8高等学校っていうのはね、まもなく学生改革でなくなっちゃって名古屋大学の常用学部になっちゃったんですが、そこで、勉強して、その後東京大学の医学部を出ました。当時は今ほど受験戦争も激しくなかったんでね、あれだし制度が変わる時だっていうんで、東大の定員を随分増してくださって、だから入れたよそれにしても東京で勉強してるうちにですね、やっぱりこうなんとなくライフワークは東京って大きいでしょ。大きいとね、例えば東大病院に勤めててもね、もちろん重要な仕事をしてるつもりなんですけれども、私が2週間ぐらい休んだって誰も話題にならんしね、こうライフワークするのはやっぱりどっか地方だ と狙いを定めておったとき、ちょうどその頃にスモンという病気が非常に大きな問題になりましてね、下痢をして足がしびれてひどい人は死ぬんですけど、目が見えなくなるんですね。今もこれは結果的には機能ホルモンの中毒、飲んだ薬の副作用ということが分かって、今は過去の病気でもありませんけども、ちょうどそれが目の前にぶら下がってですね、でいろいろ研究して、これはまた別の機会にお話ししますけども、その焼血を極めた1万人の犠牲者を出した質問が解決したんですよ。で機能ホルモンを中止したら発症が止まっちゃったね。それが終わった頃に、ちょうど国立大学の内科の先生っていうのは公務だもんですからね、鹿児島で、内科の先生を募集してるっていうんで手を挙げた。通るかなと思って行ったけど、幸い採用してくださってですね。で、その時に、私の鹿児島出身の先輩から鹿児島へ行ったら、焼酎と西郷隆盛の悪口は言いなさんだと言われてですね、もうその通り実行したら鹿児島の人が随分大事にしてくださってですね、最後は鹿児島大学の学長を務めて、これでお役御免かなという頃にですね、ちょうどその頃昭和60年昭和天皇の在位60周年記念事業というのが政府が考えて、それならば昭和天皇も長生きしたから長生きの研究所、国立の研究所を作ろうと、それをどこへ作るかは随分誘致合戦があってね、あれしましたけど、結果的には名古屋へ来たわけです。それで、私が鹿児島で終わった時に、あなたが長寿国立長寿医療研究センター大府にあります、今はね、その創設をしなさいと言ってお声がかかってですね、でもともと名古屋は旧制高等学校生活したところでもありますし、懐かしい年でもある。ちょうどその頃の鈴木玲治知事という方が私と旧制高等学校で一緒に机を並べた中でね、鈴木さんからお声がかかったわけじゃないんですけども、鈴木さんが「なんだこれは俺の同級生だ」と。というようなことで大事にしていただいて、それで、ちょうどそれが人事院ですから定年を延ばしてもらったんですけどね、4年ぐらいやった時に
ちょうどその隣に愛知健康プラザ、今日またお話し出ますが、健康プラザという大きな愛知県プロジェクト、まあ言うならばですね、国立の研究所を誘致するために愛知県が多少背伸びをして作った大きな施設があるんです。行かれたことある人と思いますけども、まあそれを創設をしなさいということでお声がかかって、そのうちにまあ今の日進にある名古屋学芸大学からお声がかかって、そこで健康プラザで4年ぐらいおりましたかね。それでまあ今日進へ来て、まあ今紹介あった杉浦さんなんかともそこでお付き合いが始まったわけです。で、まあ、一般にですね、まあ皆さんももう世の中が一般にそうだと思うんですけど、これから若い人がいなくなって高齢者ばっかりでね、社会が元気になくなってなんとなく暗いなぁと、そういうイメージを持ってる人が多いんですよ。で、まあね、思っただけでは別に良くなることもないわけでですね、ですからやっぱり、どうせやるなら未来は明るいという気持ちをですね大いに持たなきゃいけない、まあ、それも国立長寿医療センターの一つの務めということで、まあよく当時は夢の長寿社会というふうなタイトルでですね、そのうちに認知症も必ず治るようになりますよ、そんな話もしましたし、それからまあ、高齢者になったってね、元気な高齢者だったら若い人と全く遜色はないんだから、そういう人たちでやっていけば未来従来以上に明るい国ができると、まあ、そういうことを大きなことで、で最近まあ、医学は進歩しましたし、日本はですね皆保険、いつでも誰でもかかれる、比較的安くかかれるね保険、アメリカはですねまだ皆保険じゃないんですよ。だからオバマ大統領の今の皆保険がオバマ大統領の大きな仕事になってる。だからそういう意味ではですね、世界で一番、先端的な日本の皆保険、特に国民健康保険ですね、昔の、いわゆる会社の組合保険はだいぶ前からありましたけど、いわゆる組織してない人まで含めた国民健康保険がスタートしたのは昭和36年、まあこれでですね日本の長生きはぐーっと加速されたね、今でもアメリカは例えばお金がない人は医者にかかれない、そういう状況があります。日本はねもちろん2割か3割は払うわけですけども、それでもね2割3割かかったっていうのは100万円かかった医療費がですよ、ね、3割2割で済むならね、これはもう絶対に安いですよ、安心感がある、まあ、そういうことで、みるみるうちに日本の平均寿命が世界一になっちゃったんですね。まあ日本人がびっくりした、外国人もびっくりした、っていうわけで、終戦直後の平均寿命は平均して大体50歳前後、女は50歳を越してましたけど男は50歳切っとった、それがですよ今までの間にもう約2倍に近く伸びたわけですね。でこんなことを経験することはまあ人類の中でも我々だけ、そんなような感じですね。そもそも人類はですね何万年も前から人類という生活をしてきましたけど、ほとんど大部分は原始人、動物と同じような生活をしておった、したがってまあ神様の運命に従って子供ができれば親は死ぬ、要するに血が途絶えなければ生物学的にはいいわけですね。皆さんもね、テレビで、鮭の産卵のとこを見ると思いますけども、まあ生まれ故郷を探し当ててですね川を遡り出すと餌は一切取らないんだそうですよ。それで生まれ故郷へ行ってね、そこでもう苦労に苦労を重ねてそこで産卵をする。人間だったらこれで やれやれノルマが終わった、これから海外旅行でもしようかいと、まあ、そういうことなんですけど、鮭は死ぬわけですよそのまま、これ動物の掟やね、生物の。それに比べたら人間はですね
子供が生まれようがね、子供の教育が終わろうが、それから先また何十年と生活ができる、こんな生物はね、他にない。人間だけ。とかって、まあ動物界からは神様にいろいろクレームを言ってると思うんでね、何年人間だけそういう優遇するかということを言ってると思いますが、まあしかし逆から、人間から見ればですね、まあしかし長い、人類の歴史の中でごく最近ですよ、まあ、ヨーロッパの文明が起こったのは約2000年ぐらい前でしょ。2000年ぐらい前から少しずつ豊かになって、ごく最近になって産業が起こり、ね、そして科学は発達し、人間はみるみる豊かになってきた、ね、そうなってきますと長生きができるようになってきたんです。で、今人類はですね、各国とも大きな高齢者人口を抱えるに至った。こういう社会問題として高齢問題を抱えたのはごく最近、今我々が最初なんだ、人類の、まあ、そういうことを考えていただきたいと思います。まあそういう背景があってですね、我が国が、終戦直後ね、私名古屋にいましたけど、外食券でね、ひもじい思いをしてですね、でこれがね、あと何十年も経つうちに世界の経済大国になるなんてことを予想したらいなかった。それから何十年経ったら100歳生きれるようになるよってことを予想した人もいなかった。それが現実の問題になってきたんだから、これはね、答えられないですよ。皆さん、せっかくそのチャンスが回ってきてるのにみすみす捨てることはない。まあ、それで今日のテーマは、目指せ健やかな100歳。昭和60年代にはですね、100歳はいました。いましたけどね、全国で100何人、まあ、かろうじて三桁に達した頃、昭和60年ですよ。それが今は100歳超えた人が50万、5万、ごめん。それでね、今の通り増えていくと、今から50年経つとですね、100歳を超える人が70万になる。こういう計算になるんですよ。ということはですね、この中でも数人100歳超える、必ず超えるわけ。だったらその準備をしなきゃ。それでまた努力しなきゃなれるって言うんだったら、やっぱり努力しなきゃですね。まあ、そういうことで、まあ、健やかなって付け加えたのはね、目指せ100歳じゃね、あれはもう寝たきりになっても認知症になってもいいから、とにかく息だけしとって100歳までお願いしますって、そんなみみちいことを考えちゃいけない、ね、100歳まで生きるなら健やかに、そして楽しい人生を全うしなきゃいけないね。まあ、そういうことで今日はこういうテーマを掲げさせていただきました。ここにスライドが入っておりますけれども、まずよいしょ、で終戦直後は平均寿命は50歳前後でした。平均してですよ、50そこそこでみんな死んでたんですよ。今日お見かけするとか50過ぎた方はみんな終戦直後はもう死んどったんだ。ね、それが現在はなんてことない、堂々と生きてるわけ。それにはね、日本の経済の発展も大きな、国民皆保険、先ほど言った医学は進歩しました。ね、昔この亡国病といってね、このままじゃ日本が滅びるんじゃないかっていう病気があったの。一番は脚気ね、脚気はですね、明治時代に、兵隊さんを採用してもね、みんな脚気でヘナヘナと言っちゃう。日露戦争、日清戦争では戦死者よりか脚気死の方が多かった。しかも、こんな話もあるんですね。旅人を攻撃するときにロシアの兵から見たらですね、日本人がフラフラしてるじゃないね、突撃に来る、みんなね、死ぬのが怖いからお酒飲んでやってきてるんだというふうに向こうは理解したそうです。じゃないんだ、かっけ。で、しかもその頃は多少はね、食べ物と関係あるって言って、海軍はかっけの制圧に成功してるのに、陸軍はね、戦地で戦う人にね、麦なんかあげては失礼だとね、もうとにかく、白米で頑張ってもらわなきゃと。とにかくその当時は白米をたらふく食べさせてやるというのが労働条件としては一番良かった。したがって軍隊なんか行きたくないなと言っても、
お前白米たらふくだぞって言ったら、じゃあ行くかと、まあ、そんなような時代があったわけですね。でそういうことがあって、活気は見事解決した。これはまた話したら長いことになるんですけどね、ドイツには活気がないもんだから、ドイツ人のお医者さんは日本へ来て活気を見て、ちょうどその頃ドイツはもうコレラ菌、結核菌、ペスト菌、もう次から次へと病気のバイ菌が見つかったから、全ての病気はバイ菌によって起こるという考えがあったんですね。そこでまあ、活気菌じゃないのとドイツ人が言ったんだ。そしたら日本人は、そうですかって言ってね、今から調べてみるとですね、白血菌を発見したという論文がたくさんあるの。全部ペケ、間違い。まあしかし肝心のドイツの方でですね、白米食べたらヨロヨロになってぬかを壊すと良くなるというのが外国人の手で分かっちゃってね。そしてフンクというのはビタミンというのがあるということが分かって、そしたら今度ドイツの主流の人が、じゃあ白血はビタミンだ、ね、食べ物だとということになってね、まあ結果的にはビタミン B1 の不足ということが 今小学生でも知ってるようなことになって、それでもなかなかね、解決するまでには時間がかかった。ですけど今はですね、活気は幸いもうすっかり過去の病気、徳川将軍は2人ほどね、昇進活気で死んでますが、篤姫のドラマの中でですね、厚姫の旦那さんが大阪城で胸を抱えて死ぬところがありますね。これは活気、明治天皇も活気にかかられてですね、そしてそのドイツ医学は活気は治せないってもんだから、まあ漢方に頼ろうとしたんだ。ところが日本の医学の主流の人はもうせっかく西洋医学は立派で漢方を捨てたのにね、今更そんなことってね、なかなかまあごたごたしてですね、一橋に、じゃあって言って各家の病院を作ってね、半分は漢方の医者が担当し、半分は、西洋の医学が担当した。結果的には東洋医学が勝った。東洋医学はですね、麦飯と小豆という方法を知ってたもんですからね。そこで、まあ漢方もいいなということになるべきなんですけど、そこはメンツを重んじた。各家病院は数年で潰れちゃって、結論はうやむや、今さら西洋医学はダメだなんていうことは言える立場ではないというのがまあ一つだし、その推進してた大久保利通が死んだということも影響してですね、このことをちょっと脱線ばかりしてすみません、各家相撲という名前で呼んでます。まあそれはそうとして、各家が解決した。結核もですよ、私が卒業する頃、つまり終戦後はね、またいっぱい結核の人がいたし、僕の友達たくさん死んでる。それでそれがですよ、まあ保健所を作り、 BCG をやりね、ツベルクリン反応をやり、こう永遠たる努力をやって、それで極めてはストレプトマイシンっていうのができてきて、ストレプトマイシンが出たらさーっとね、もうこの人多分死ぬんじゃないかと思いますとか、どんどん元気になる。それを私が見てきてるね、結核もそう、梅毒もそう。梅毒だってですよ、もう日本人の男子のね、4割か5割梅毒反応陽性だったで、まあ、年取ってきて変なこと言うとみんな脳梅毒という診断をしたのね。で当時は認知症という言葉はなかったもんですから、まあ梅毒反応陰性の脳梅毒なんて書いた論文がある。これ今でいうアルツハイマー病なんですけどね、まあしかし酔ってたかって遊んだこともない人にですね、お前脳梅毒だという診断をしたから、まあ無実の罪で根治しようと思いながら死んだ先輩がたくさんいると思う。まあこの3つの病気で防国病と言われたら全部解決したんですよ。だから認知症もやがて解決する。今日はまあ時間がありませんから、ね、まあそういう医学の進歩っていうのは今ちょっと脱線しました。それから栄養も良くなってきましたね。日本人は明治維新でみるみる平均寿命が伸びたんですよ。外国の脂肪を食べたり、肉を食べるようになってですね。でそれは良かったんだけど、まあ、最近、非常に、裕福な時代になってくると食べ過ぎてメタボって問題をね、食べ過ぎちゃダメよと、なかなか難しいですね。それまで明治維新から栄養なんていうのはこれが足らない、あれが足らないって、日本の栄養学は足らないことばっかりやってた。
それが最近になってブレーキかけて食べちゃダメというふうになりつつある、まあとそれはそうとしてこういうものを歴史が重なってですね、短い間に、世界一の長寿国になりました。普通ですね65歳以上の人口をが 7% を超えると高齢化社会という、その2倍の 14% を超えると高齢社会、その3倍の 21% を超えると超高齢社会と、日本は今もう 25% 超高齢社会のさなかにいる。それでこの 7% か 14% の期間が一つのインデックスなんですが、まあ西洋諸国はですね大体今50年から100年ぐらいか達成したのを日本はたった24年で達成した、まあ、とにかく日本人はせっかちなんだよね。とにかくみるみる高齢社会を作っちゃった。まあこれが1番目のスライドです。さて、2番目のスライド、 お手元に印刷してみましょう。こういうのがあるから、まずとにかく人類で初めてのね経験なんですよ。高齢社会というものを作るということはね、それまで高齢者はいましたけど数は少なかった、ご隠居さんで住んどった。ところがそれがぐーっと膨らんできたもんだから大変っていう。で今までは若い人が一生懸命それは全部支えて何にも問題なかったけど、支える人がどん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 減っちゃってから大きな問題になってきちゃってね。それで、日本は長寿世界一でしょ、まあ、ついでながら申し上げますけど、日本の医療費がいろいろ議論されておりますが、世界的に見てですね、日本の医療費はまだ世界の平均から言えば決して多い方じゃない、GDP に比べてね、医療費にどんだけ払ってくるか多い方じゃない。だけど日本は世界一の長寿を達成した。しかも周産期の死亡率がね世界で一番少ない。でこういう2つのことを達成した日本は偉い、日本の医学はすごいと、そういう評価が非常に多いんですよ。日本ではあんまりそういうことを新聞に書きませんけどね、医療費が多くて困るという話ばっかりですけど、でもやはり日本はそういう意味では非常に医学の進歩をうまく取り入れて懸命に対処してきた。そして今世界一の長寿国を達成したんですから、明治時代はですね、とにかく先進国というのがあって、その真似をすればね、あれだし、我々の先輩もドイツではなって言って、早くドイツ行ってドイツのことを学んできてドイツではなって言ったら、ああ偉い偉いと言って褒めてくれた時代がある。今はね、諸外国が日本人のお手並み拝見、ね、自分たちも高齢になってるけども、あそこが一番じゃない、あそこはどうするんだろうと、つまり先進国と言われる国が日本になっちゃったね。そこで、世界中は日本人のお手並み拝見って見るようになってきたから、今さらね先進国を探してその真似をしようってもこれもダメ、そんな方法はない。自分たちは自分の手で、未来社会を作っていかなきゃいけない。そこには教科書もガイドラインもない。したがって、皆さんの一人一人の努力の結晶が日本の未来を決定すると、そういうことになろうかと。これは2番目のスライドです、3番目のスライドがこれはちょっと見にくいんでありますけど、端的に言えばですね、高齢者を支える人口はどんどん減ってきていますけれども、その中でも今いわゆるベビーブームで生まれた団塊の世代というのが支える側の主力なんです。それがあるからまだかろうじて持っておるんですね。それが2025年になると支える側から75歳以上の支える側へ回っちゃうんだよ。だから大変なんだよ。これは一番右側の皆さん、右側の写真は本当に昔は富士山みたいだったんですよ。下がこう広がって頂上はさっとでね、今これ何ですか、これもう逆さ全く逆転しちゃった。頭がでっかちで下が、こういう時代になってきた。従って支える側がですねの視力が2025年にはやっとばかり支えられる側にもあったら、これは大変。
まあ、ここはまあ高齢者の一つの大きな壁なんですね。したがって今2025年問題、それから25年の人たちの子供さんたちが生まれた時は少し膨らんだ時代がある。でこれがなるのが2050年、まあ、こういう問題がこれからの大きな壁としてのしかかってきているということが言われているんですね。でもそんなことを一生懸命ね、65歳の人口は高齢者だ、高齢者は全部支える側だというふうなことで何もない、悲鳴を上げる必要はないんで、えいやっとばかり、ね、高齢者の定義を変えればいいんですよね。高齢者65歳以上高齢者って言うけど、65歳以上はまだ若い。75歳以上高齢者といったら日本の高齢化率は 11%、 それだけで、ああ日本って若い国ですねというイメージに変わっちゃうんだよね。ものの考えよう、まあそういうことを申し上げた。これが3番目。それからすみません、次、さて不老長寿。昔ですね、紀元前に秦の始皇帝という人がね、まあ40代で権力を握って、ああこれが長く続いてほしいというんで、不老不死、不老長寿の薬を認めてまいれと言って、ね、この人はご承知のように万里の長寿を作った人ですよね。もうどえらいことをやってるんで、自分にはできないことはないというぐらいの気持ちがあったんでしょう。すいません、40歳で35歳で権力を握って、そして、言ったもんだから徐福という人が日本へ来てですね、その不老長寿の薬は東の国蓬莱にありましょうと言って日本へ来たということが書いてある。だから当時から日本人は長生きだというイメージはあったんだよね。で、徐福はですね、今鹿児島にも伝説が残ってますし、それから三重県、和歌山県かな、徐福伝説というのは残っておりますが、まあいずれにしてもですね、でその肝心の始皇帝はですね、50歳そこで死んじゃった。残念ながら夢を大きく早く死んじゃったんですね。そこでまあ考えてみたら、まあ当時徐福が長生きしたいな、徐福じゃなくて始皇帝が長生きしたいなと言ったのは、日本人は今もう平均寿命が80、90でしょ。だからまあ当時のね、真の始皇帝も80、90まで生きた、ああ 90% 達成したかなという気持ちが持っただろうと。つまり、真の始皇帝の夢の大部分は我らはもうすでに享受している、まあ、そういうことを強調したいと思います。目指せ健やかな100歳なんて言ったらね、一昔前だったら、お前バカかってね、そんなこと夢のようなこと言うんじゃないよということを言われたと思うんですが、今はもうかなり具体的な夢になりつつある、実現可能な夢、まあ、そういうことを申し上げたいと思います。さて、高齢社会になりますと、まあ、全てが新しい経験ですから、まあ、どういうことになるかというと、とにかくまあ高齢者もですね、今までのようにご隠居さん、もう社会からいらない人というレッテルを貼られて、あそこ帰って小さくなって生きていることは許されないね。高齢者は最後まで自分の力で、高齢者は死ぬまで選挙権があるんですよ。自分があれを作るんだとい こう積極的な気持ちを失ってはいけない。で、社会参加、ね、可能な限りもう一度健康になって若返って頑張りましょう。これが必要ですし、若い人にはですね、やっぱりこの繁栄した社会を作ってくれた先輩に対してまず敬意を払ってもらいたい、ね。若い人たちが明治維新の頃、それから戦後の経済の発展、このことは、ね、皆さんその通り やりますかって言ったら、そのできるかどうかわからんのですよ、ね。とにかくまあ自分たちも、それから若い人もやがて自分も高齢者、ね、まあ、もう間違いなく高齢者になるんですから、まあ、そういう気持ちを持つと、まあ、社会はお互いに、助け合ってやっていく、ね。つまり、今は今まではですね、65歳を境にして支える側と支える側となんとなく言ってきたけど、そんなこと言ってる時代じゃないんだよ。元気な人は全部、年を取ってても全部支える側へ回る、支えられる人も増えましょうけども、
まあ、そういうふうにしていかないと社会が成り立たない。健康であれば常に支える側にもある、ね。まあ、こういう社会もそういう設備をしていく。で、高齢者の気持ちもそういう前向きの気持ちを持つ。大体100歳以上の方の調査によるとですね、ほとんどの人がやっぱり前向き、つまり私なんか生きてて意味がない、早く死にたいなっていう人は100歳まで生きられないんだ。みんな前向き、まだまだ生きると。あの後で出てきますけど、私はあの聖路加病院の研究所の役員してるから、定期的に日野原先生にお会い、日野原先生は私より17歳年上、102歳。それはもうあれでしょう、弱気は全くない。3年後の講演をお願いしますと、はいはいって言うよね。それからまあ笑い話ですけど、私のですね、鹿児島の時の後任の先生が聖路加で、後任の先生の退官記念の時に日野原先生をお呼びしたら、その日が日野原先生95歳の誕生日だったんでね。で、宇佐美先生が みんなに今日は日野原先生95歳の誕生日だから、5年後の100歳の誕生日にもう一度日野原先生をお呼びしようと、みんな拍手したもんだから、先生いいですかって言ったら、日野原先生曰くね、僕は喜んでくるけど君は大丈夫かって。もう自分は死ぬとは全く思ってないんでね。もうあんだけ生きるとね、もう気持ちが座るというか、自信が出るというかね、死ななくて済むんじゃないかという気持ちさえ起こってくるんじゃないかという気がする。宇野千代さんという人がまあ100歳近くで亡くなったんですけども、テレビで言ってたのを聞いて驚いたね。私は死なないような気がすると言った。そういう気持ちですね。その気持ちが非常に大事であります。さて、次のスライド、次のスライドはこれはね、明治時代の頃からの平均寿命ですね。1900年、明治時代から書いてある。この100年間で寿命は2倍になる、ね。こんなこと、こういう時代を経験してるっていうのは皆さんだけなんですよ。明治時代の前の人は経験してない、これから先の人も経験するかどうかわからない。あっという間に寿命は2倍に伸びた。でこの絶対なチャンスって言いますかね、こういう我々にとってはもう神様が、お前たちは幸せにしてやるよって言って2倍にしてくれた、このチャンスを逃す手はないですね。そういうことを申し上げたいと思います。次のスライド、これが私が申し上げたことで、百寿者というのは100歳を超えた人のことですね。今約5万人です、全国で。このようにスピードで増えていったら、最後が50年後がね、50年後というじゃなくて、2050年が68万3千人だ。ね、2050年とはそんな先じゃないですよね。まあ、この中からも何人かは必ず100歳を超える人が多数出るわけですから、まあ、ぜひ皆さん頑張りましょう。それで、今まではですね、まあ、世界の約束として高齢者は60歳以上のことを高齢者と言っておりました。大体ね、まあ65歳、平均寿命がまあ50そこらだったらさ、もう65歳以上はご隠居さんでいいわね、みんな大事にしてくれて、ご苦労様でした、もう何もせんでいいですよ、寝てていいですよと言って、あれをしておりましたけれども、寿命がどんどん伸びてきましたからね。まあ私の言した東京大学っていうのはね、まあ、今だいぶ長くなりましたけど、定年が60なんですよ。それでね、昔は名誉教授ってのは偉いもんだから、名誉教授を囲む会というのがあったんですがね、それがまあ最近になるとですね、60で辞めるもんだからね、どん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 名誉教授が出てきて、その人がみんな生きてるわけですよ。したがって名誉教授を囲む会というのは、まあイメージとしては一人の先生を囲んでいる弟子があるんですけど、名誉教授が10人ぐらいおるんだ。だから逆に名誉教授に囲まれる会って文句ばっかり言われてね、前職の教授は
名誉教授の会を開きたくない、まあ、そういう話がある。さて、65歳以上高齢者としても現状に合わない、これはもうみんなが知っていること。それで、実際は江戸時代の65歳と今の65歳と比べたら今の方がずっと体力、気力旺盛、もうそういうことも分かってきた、まあ、そうなったらですね、やはり65歳以上高齢者はおかしいねということで、学問的にやっぱり75歳以上が高齢者かねえと、まあ、これ老化はですね、人によって非常に千差万別、差があるんですよ。40ぐらいでも本当に老け込んでよぼよぼしてる人もいるしね、広田先生みたいに102歳で40歳ぐらい階段ね、エスカレーターを使わないんですよ、まあ、こういう人もいる。まあ、そういうことを考えたら、まあ、医学の方では、ね、高齢者を分けて75歳以上後期高齢者、65歳から75歳までの前期高齢者と呼んだんですね、学問的に呼んだんです。本当は65歳から75歳は若い人と呼ぶべきだったのが、前期高齢者、高齢者と分けて、そして民主党政権の時に、まあ、後期高齢者医療制度っていうのを作った時に、まあみんなからソース感をこう持ってね、後期とは何だ、末期か、もういらないという意味かとかね、もう高齢者が非常に怒ったために、民主党政権は後期高齢者医療制度は廃止するということを宣言したんですけども、まあ、結局後期って名前だけであってですね、内容は一生懸命考えて作ったもんだから、それ以上いい案が出なくてですね、今も後期高齢者医療制度のまま続いてる、私もその、あれになってはいるんですけども、まあ本当は75歳以上を単なる高齢者、65歳から75歳は若い人と言うべきだったのを、ちょっと言い方を間違えたね。で、まあこのようにしますと、75歳以上高齢者とすると、我が国の高齢化率は 11%、 これもね、まあ、だんだんまた増えていくんですよ。でもうそうなったら、今度はね、85歳以上高齢者にすればいいね。もういくらでも打つ手はいっぱいある、まあそういうことを申し上げたいと思います。さて、よいしょ、まあ一般に高齢社会は暗いというイメージを持っている人がほとんどです。私もですね、いつも景気いい話するもんだから、ある人から言われた、言い方の話聞いたら、その時は高齢者明るいなって言うけど、一晩寝たら翌日になったらやっぱり暗いわとと言われましたけど、まあ、それはそうとしてね、とにかく、まあ、高齢者というイメージを持つんじゃなくて、若い人と同じ能力を持っている、円熟した頭脳と豊富な経験を持った健康な高齢者は高齢者じゃないとすればいいんですよ。そしたらね、こういう人たちが増えて社会のマイナスになるはずがない、ね、それを高齢者という名前をつけて、高齢者が増えた、これ大変と自分で、首を絞めて自分で苦しいと言ってるようなもんでね、全然逆だと思うんですね。それで、まあ、65歳以上でもね、今介護保険でいろいろお世話を要する人、認知症が増えてるですけれども、お世話を要する人はたった2割ですよ。あとの人は健康なんだ、65歳以上の高齢者で。だったらね、こういう人たちを何も高齢者として遇することはないんだよ、若い人として遇すればいい。だいたいそれから定年制っていうのはですね、人生50年だったから、まあ50年定年っていうのはまああったと思うんですけど、今時ね、50の定年なんて言ったら、えっていうことだよね。50っていうのはね、まだまだ鼻垂れ小僧とかね、まあだから、ね、50で定年になった人はそれから死ぬまで本当に退屈しちゃうじゃないですか、仕事なくなるとね。で今、まあ高齢者は今、政府はせめて65歳まではみんな働くようにしましょうという運動をやってますけど、まだまだそれじゃ足りない、せめて元気な人は75まで働くようにしましょう、85まで働くようにしましょうと、まあ、こういう時代が必ずやってくると思うんですね、まあ、それには皆さんが高齢者になっても元気だということを皆さんに
示すことができれば社会は納得するね。あまり高齢者を置いとくとね、老害だという説もあるんですね。もう高齢者が頑固になって自分のことしか強調しないって言うんで、だけど老害なんていうのはね、お薬で治ると思うんだよね。そんなことを心配することはないんで、それよりも残された能力を社会の展開に使った方が得、まあ、そういうことを強調していくんだよ。次のスライド、これが先ほど言いました65歳以上高齢者としてもお世話を要する人はその2割、あとの8割は元気なんです、ね、だったらね、高齢者といって一括して、特殊な人ということはない。まあせめて75歳以上しか高齢者とは言わない。65歳から75歳は若い人、まあ、それで十分だと思うんですね。さて、今医療費や介護費がですね、かかって困る、国家財政を圧迫するから、どうしたって消費税を作らなきゃいかんというような議論をやってます。でも医療費介護費はですね、普通の意味の無駄遣いじゃないんですよ。でそんなにお金がもったいないんだったら医療費ゼロ、介護費ゼロにしちまえばいい、ね、そしたら被害を被るのは我々ですよね。これはやっぱりそれからもう一度健康になって社会に大きく利益をもたらすための投資ですよ。そういう側面があまり強調されてない。で投資だったらね、いくらでも必ず儲かるんだったらいくらでもお金を出す。銀行の貸付金なんてそうですね、絶対儲かるっていうから貸付金は多くて困るっていうことはないんで、貸付金をたくさんした方が社会が発展する、まあ、そういう発想を医療費介護費に取り入れるべきだと、まあ、こういうことですね。それで、医療費っていうのはそんだけ医療費をかけたらそれ以上の得がありますよということを考える。今ですね、保険がだいぶパンク寸前になってるもんですから、特殊な治療については先端医療費という個人負担の医療費ができて、ご存知でしょうか。重粒子療法とかね、いくつかの療法が上がってるんですけど、例えば重粒子っていうのは特殊ながんについてはものすごく威力を発揮するがん、治療法がね、これが治療したら300万だったらね、みんな300万はもったいないからやめとこうってなるかって言ったらそうじゃない。300万みんなもう押すな押すんだよ人。なぜかっていうと300万かけてもそれ以上の10年の長生き、幸せ、自分の幸せがそれで買えると思うから300万出すのは惜しくないわけよね。つまり投資という発想、つまり医療費は無駄遣いってなったら300万は惜しい、そういうふうに考えるべきだと、こういうことを強調したいと思います。それからこれからが皆さんの努力によって100歳までいきましょうという話になっていきますが、日本の医学はね、治療医学が主でした。これは明治政府がですね、もうヨーロッパの医学見てびっくり仰天してね、そうだ、こんなヨーロッパみたいにどんな病気でも治せる医者をたくさん作っときゃもう絶対大丈夫だという発想を持ったんです。だから医学は治療と思っちゃったっていうか、それ日本はね、そういうお医者さんのイメージがもうそれでできちゃった。今も皆さんのイメージは多分病院で白衣を着て診察をしてくれる人というイメージだろうと思うんだ。で私が申し上げたいのは、医者というのはね、病気になってからやる医者っていうのはほんの小分、病気にならんようにするのが一番医者の務め。したがって、医学の流れは治療から予防へ大きくシフトし始めた、ね。日本だけですよ、この医者が治療医だというイメージを非常に強く持ってるのは。で外国は、予防が大事だということをよく知ってる。それで、それじゃあ予防しましょうと言って検診が始まりました。皆さんの職場でですね、いろいろ検診を受けていると思いますが、これもね、あなたは知らんけども小さいがんが見つかったよと、あなたは知らんけど糖尿病があったよと、こう検診というのは残念ながら早期発見ではあるけども病気が始まっちゃってる。
これを第二次予防という。で、それよりも大事なのは病気にならんこと、ね、健康づくりに励むこと、これを第一次予防というね。だからこれからは第一予防の時代で、結局予防の方が医療費にたくさんかけるよりもずっと安上がり、しかも皆さんの日常の努力で実現ができる、まあ、そういうことになるわけね。そこで、まあ、私の PR をさせていただきますと、平成5年に、私は名古屋へ参りました。その時は大府に結核療養所中部病院というのがあります。国立療養所中部病院というのがあってですね、まあ、それを、改装してナショナルセンターにするということでなったんですけども、まあ、来ました時は中部病院そのものはですね、結核療養所が鉄筋コンクリート店だったって、非常に有名な非常にモダンな病院だったんで、かつては。ところが私が来た時はもうかなり古くなっておりまして、大体結核の患者さんがほとんどいなくなっちゃってたんでね、地域の人で口の悪い人は中部病院じゃなくて中部の病院だと言ってる人がいて、でまあそれでも、来てからすぐこの研究所を建てていただいて、それから古い病院もナショナルセンターで開催して、今まもなく新しい病院ができます。もうこれはまあ世界に冠たる立派な病院ができるんですけどね、来た時はちょうど経済状態が良くて、あなたの第二中に全部終わりますと、病院も改築しますということで来たんですけども、まあショックなんですよ、ね、経済的なショックが始まって、だいぶ伸ばされちゃってですね、ナショナルセンターになったのも私が辞めて翌年、なりました。まあそんなことで、いろいろ紆余曲折があったんですけども、今はですね、後ろの方に、主として認知症の研究病床ができておりますしね、まあ、かなり東京のがんセンター、大阪の循環器病センターに負けるとも劣らないナショナルセンターに、なっております。そこで、まあ、私は来たばっかりの時にですね、認知症がいつ解決すると思うかというようなことを長寿科学を研究している人たちに聞いて、目標を作ろうと思って、まあ、こういう夢膨らむ長寿研究の将来というの、2001年ですね、平成これは12年になるのかな。で、その時のやつはね、これどうですか、アルツハイマー病が解決、なくなるのが2013年、去年ですよ。もう去年もうできてるはずだということが予想された。つまり長寿科学の研究者は、認知症はあと10年も20年もわからんということはありえない、いつかは必ず現実にもうね、認知症の仕組みは分かってきたし、それからお薬も10種類以上できてますしね、進行を止めることに成功してますし、まあ、そういう意味では、まあ、これは皆さんがそういうことを思ってるということを皆さんにお伝えするため、まあ、残念ながらもう今年2014年ですからね、これ当たってないけれども、みんなはそんなに遠くない将来に認知症が解決すると思ってる。認知症が解決すればね、長寿社会はわーっと明るくなる、ね、その今何百万と言われる認知症の患者さんがみんな元気になって働き出したらどうですか。結核の時はそうだった。結核はですね、もうこれで塩を待つばかりの人がずっとたくさんおったのが、ストレプトファイトがみんな元気になって、みんな働き出したんだよね。まあ、そういうことを見れば、やはり認知症もそう遠くない将来必ず解決する。解決すれば、まあ、我々もね、健やかな100歳というのは、ね、目指せ認知症の100歳。じゃあ、みんな魅力を感じませんよね。みんな健やかな、つまり認知症じゃない100歳を目指さなきゃいけない。まあ、そういうことになるわけ。それで、まあ、何遍も先ほど防国病の話をしました。原因のない病気はない。つまり今まではですね、認知症を含め老年病というのは、みんな年取ったらね、まあ宿命で皮膚にしわが寄るし、頭が剥げるし、ね、耳が聞こえなくなるし、脳卒中が起こるし、がんになる。まあこれはもう長生きした税金やと
みんな思っとったの。だけどそんな病気だってね、金さん銀さん107歳まで生きて病気はなかった。ということはどんな病気でも必ず原因があって、原因が分かればその病気にかからなくて済むわけね。まあ先ほどお話した通り、防空病と言われたら各気結核梅毒、いずれも今現在は過去の病気、亡くなった。我々はそのことを心配する必要はない。で、認知症もいずれは成立され、予防治療は、何遍も申しますけど、認知症が解決すれば未来視聴者からものすごく明るくなる、ね。さて、そういうことで、まあ一般に昔からは長生きっていうのはね、お父さんは長生き、お母さんは長生きだ、子供は長生きかと、みんな一応そんなことを思っとった。その典型例が沖縄。沖縄はですね、ずっと長い間全国一の長寿で、沖縄の食事が長寿食と言われてですね、で本当に100歳超えてる人も多いんですよ、今も。で平均寿命も日本の中で一番長かった、長くね。それが最近になってですね、2006年になって1位だったのが26位まで下がって、それから現在30位、女性もまだ1位だったんですが今3位ですかね、ずるずるっと下がってきた。そしたらね、もう沖縄はお父さん長生き、お母さん長生きだ、子供も長生き、これはもうペケや、該当しないわけ。生活習慣によって長生きかどうかが決まるんだから、遺伝じゃないんですね。遺伝の因子ももちろんありますよ。遺伝の因子はあったとしてもそれは約2割、あとは生活習慣。そしてなぜ長生きがしなくなったか調べてみたら、なんと若い人がたくさん早死にするようになってきた。そして調べてみたら、あそこは占領されたと同時に、まあ、道路も右側通行になりましたしね、とにかくアメリカ風の生活習慣がドーッと入ってきて、若い人たちはですから、例えばですね、ああいうファーストフードの店なんかは全国の中で一番頻度が高いし、それから、脂肪の使用量もダントツに沖縄が高いんですね。つまりそういうアメリカ的な食習慣、特に食習慣の変化、まあ、それ以外にもですね、自殺も多少多いと言われてるんで、まあ、いずれにしてもそのことによって起こったんだったら、それはまあやっぱり長生きはやっぱり遺伝じゃないんだと、生活習慣です。生活習慣ならそれを直せばいい。それでまあその話聞いたら日本中の人がびっくりして、これ何のことはない、10年経ったら日本も同じことじゃないね。それで栄養学者が日本はやがて短命の国だということを言い出してね、今のまま進めばこれはいかん、これはいかんということで、そしてじゃあ健康づくりに全員努力しろということで、健康日本21世紀ってね、10年計画を作って、そしてまあ食育基本法というね、基本法っていうのは書いてあることはですね、食事に気をつけないと犯罪ですよ、まあ、罰則はないんですけどね、努めなきゃいけませんよと書いてある。それから学校で栄養を教える栄養教諭の制度がごく最近始まった。で、沖縄がだらだら下がってきたところになって、一番よく見たのは隣の長野県が今男も女も全国一、ね、そして、しかも医療費は最低グループに属する、ね。長野県はですね、まあ一つは交通が不便だからよく歩く習慣があるんですけども、根本は佐久病院というところにね、若月先生っていうのが来て、この方がもう開業してる人だからもう全部いなくなっちゃって、病院が全部の健康管理を始めたんですね。それで、皆さん、運動した方がいいですよとか、食事はこうした方がいいですよということをやって、それがまあ農協の病院だったんですね、佐久病院っていうのは。したがってその長野県の農協全体がそのままに、つまり健康づくりに非常に優れた技術を持っとった。愛知県はね、10くらいです。で、まあこういうふうに見たら、なんだ、医療費が最低で、しかも長生きの件ができる、やればできるじゃんと、まあ、こういうことになるわけですね。まあ今一生懸命長野県方式をどうしたらいいかということを
一生懸命あれをしておるわけです。さて、愛知県は先ほど私申しました通り、長寿医療研究センターの隣にこういう立派な健康づくりの施設を作りました。健康づくりの施設でこんな立派な建物を作ったのは全国一、ね、外国にもあんまりありません。ここは、まあ、言ったらですね、まあ、主な仕事はね、各大きな企業と連携して毎日20人ぐらいずつ健康評価に来てもらって、そして健康度を測ってしていくんですけど、ここにはプールがあるし、安いチックジムがあるしね、それからその屋内で100メートル歩けるなんていうかコースがありますしね、それからまあストレスを取るためにそこへ座ると体に振動を与えて大変なる音楽が流れてて、嫌なことを忘れてください、はい楽にしてくださいと言って、まあ大概の人は眠りますけども、ストレスを取るというね、そういうようなことが、こういうストレスを取ることをやるとですね、何回かやりますとね、まあ男の人だったら家庭の奥さんが最近どうもあまり怒らなくなったというようなことを言ってます。まあそういうことも非常にこの長生きにも大事なことなんですね。まあそういうことやった、それから健康がいかに大事かっていう、まあ、科学博物館こっち左にある図書館で、この奥はこれホテルで、温泉を掘ってですね、温泉もあります。まあ行った人が多いと思いますが、行ったことない人はぜひ一度見に行ってください。でここで健康度評価、会員健康度評価なんて600円でできますけどね、やったらあなたはもうちょっと運動したいですよと、栄養高血圧した方がいいですよということを教えてくれる。そこで、私が取り上げた、スローガンは守る健康から作る健康へ。健康は守るのではなくて作る。今まではね、神様からちょっと、あれを逃げないように守っとった。だから健康を守ると。今はですね、健康は自分の手で捕まえてくる、健康をよこせと言って自分で取ってくる。だから守る健康から作る健康へ、時代は変わった。その時代の新時代のシンボルがこの建物と、まあ、こういう説明をしておりました。さて、これね、さて、国はですね、沖縄県のことでもうびっくり仰天してね、これはいけないということで、健康日本21、10カ年の計画を、まあ、アメリカもですね、ヘルシーピープルプランというのがあってやったもんだから、そのまま真似をしたんで、これはもう相当やる気満々の案だったね。全部数値目標を掲げてね、タバコ吸う人の頻度は何パーセントか何パーセントまで下げてみせろ、それから肥満者は当時20何パーセントだったんだけど、これ19パーセントまで下げてみせろ、そういうことを書いてあるんですよ。それで10年経ってみたらね、もう残念ながら思う通りはほとんど言ってないの。肥満なんていうのはかえって10年前から増えちゃったの。だからやっぱり国はいくら旗振ってもね、みんながやる気にならなきゃダメ、みんな一人一人がやる気にならなきゃダメなんだね。でそこでまあ、これじゃ困ると。じゃあせめてメタボだけでも退治しないと日本の将来が危ないっていうんで、この頃からにわかにメタボと言い出してるね。メタボリック症候群というのは糖尿病とか高血圧とか高脂血症とか、まあ、こういうものの一つの、まあ、肥満、高血圧、糖尿病、まあ、こういう疾患グループですかね。それでまあ、にわかにお腹の周りを測り出してですね、私はまあこういうところで皆さん、痩せましょう、太っちゃいけませんよってことを言っておりながら、自分でどんどん太ってきちゃってですね、本当にお腹の周囲測れるとき思わずお腹へこまして、看護師さんがダメよって言ったら、うってやったら100センチ越しちゃってそれで、まあそれから心を入れ替えて8キロ痩せました。お腹も今少し痩せてきてる。まあそれはそうとして、健康日本に政府が一生懸命旗を上げてるんですから、あとは国民の一人一人がそうだなと言ってやれば成功する。
それがそうだなって言ってやってくれないから問題なんですね。それで今もう10年過ぎて、今度は第2期、第2次健康日本21に入っています。それで、次のスライドは老化と栄養の話をさせていただきます。栄養、明治維新でですね、日本人は非常に素食だったでしょ。ほとんど白米と漬物だけで味噌汁で過ごしてきたのが、ね、肉を食べてよし、はい、バターを食べろ、ね、牛乳を飲め、そういうことでみるみる体位が良くなって長生きするようになってきたんです。でこれは非常に日本食の進歩だったんですけれども、今それが増えすぎちゃって、メタボという太りすぎがいけないという時代になってきたんですね。で、それからもう一つ問題なのは、介護保険に入ったら介護保険でね、もう皆さん体重を測るようになってきた。そしてで血中のあのタンパクを測るようになってきたら、栄養士がついててですね、食事を計算して出してるのに、高齢者の4割が施設に入ってても自宅でも低栄養なんで、やっぱり低栄養はね、高齢者はそれが普通だと言っちゃいけないの。低栄養だとどうしたって傷は治りにくい、感染症が弱くなるしね、まあ、とにかくあのいわゆる血中のタンパクは 3.5 以上を保たないといけない。まあ、そこで、まあ、もう一度介護保険にも栄養あの介護を要するようになっても健康づくりに励みましょう、栄養を考えましょう、まあ、そういうふうな話になってきて、介護予防という概念が入ってきてね、それに栄養が入ってきました。まあ、そういうことがあるためにですね、私の大学は栄養士の養成施設がありますけど、今までもね、もちろん福祉施設は介護保険でザーッと増えまして、食事を出してますから栄養士は必要なんですけど、いわゆる予防的に栄養教育が必要だということで、看護師さんの福祉施設への就職がぐーっと膨らんだ、ね、今ね、卒業生の4分の1ぐらいは福祉施設に就職しています。まあ、こういう時代の変化なんで、それで、でも今ちょうど1時間終わる、皆さんお疲れでしょうけど、もう一息頑張る。さて、腹八分召し上がらず、これはまあ皆さん聞いたことあると思います。言い出した人は貝原一見でありますが、動物実験やってますとね、カロリーを減らしてやると寿命が伸びるっていうことは分かってるんですよ。これはあの原虫という非常に原始的なものなんかは、もう栄養をちょっと減らしたら減らした分だけ線虫は長生きするんだね。それから哺乳類でもね、サルもそう。人間はまあまだ実験ができておりませんけども、まあしかし、今メタボメタボというふうに言えばですね、やっぱり適正な体重でないと長生きしませんよと、まあ、こういう時代になってくる。そしてもう一つ、最近テレビなんかでよく言われたように、お腹を空かしてるとね、遺伝、長寿遺伝子が活性化する、長寿遺伝子が増えるんですよ。皆さんテレビご覧になったと思いますが、もうあれ見たらね、やっぱりもう、満腹だ、もうこれ以上食いたくないなっていうのはやめた方がいいですね。やっぱり多少お腹がすいてるなっていうと、遺伝子が上がって、長生きできるぞ、100まで生きれるかもしれないと、そういう期待感を持ってると、まあ、健康は維持できるとね。それで、まあ、私どももですね、まあ、そういう意味では、私たちの世代、成長期に、まあ、食糧難、これも強制的な減食ですわね。したがって我々の時には糖尿病もほとんどゼロだったんですね。肥満者もほとんどゼロ、そういう時代があったんです。ですから今の小学生はですね、1割以上が肥満児で、たらふく食べてる人たちが我々と同じように長生きするかどうかってことはむしろ否定的ですね。まあ、そういうことを申し上げたいと。で、次がよいしょ。それからまあもう一度というか強調していきたいのは和食。和食はですね、もちろん江戸時代の和食はダメなんですね。お米と味噌汁と漬物だけだったから、これは栄養学的になったと思いますけど、
今のあれば、例えばお魚、海藻、大豆、ね、こういうものが非常にふんだんに取られる和食というのは長生きの原因だと言われておるんですね。これヤモリ先生という方が肉食で育った南米の日系二世の人を集めて、何ヶ月か純和食を食べさせた。そしたらもう血圧は下がる、肥満は収まるね、コレステロールは下がる、もうとにかくいいことずくめでですね、これは WHO の仕事をやったもんだからみるみる有名になっちゃって、和食はヘルシー、日本人が長生きしてるのは和食のせいだというようなことを言う栄養学者まで現れてきた。で、今そういうイメージがありますから、今度もオバマ大統領が来て一番最初行ったところは寿司屋行ったってね、もうとにかく、去年かなハンブルグ行った時に回転寿司があったんですよ、ドイツにね。ただドイツは何かわさびをあまりドイツには好きじゃないんだって言ってたから、わさびにしておいしいのかなという気持ちはしますけども、まあ、とにかく、お寿司なんていうのはもうものすごく、それハンブルグの駅もですね、売店があるうちの3分の1ぐらいは日本食売店だ。で和食とか、それで日本人ばっかりじゃなくてドイツ人がお客で行ったの。つまり、日本食はそれで今、世界遺産、文化遺産として指定されたでしょ。残念ながらその和食が若い人から嫌われてね、したがってもう今あれでしょう、若い人でお魚嫌いっていう人は多いんですよね。やっぱこういうものをな、ね、あ、濃い味付け工業化製品のマクドナルドよりも出汁の方が美味しいというふうな教育をしろというようなことを言われておるんですね。まあそれはそうとして、その和食、それから沖縄もですね、今高齢者は依然として長生きなんで、沖縄の高齢者が食べてる沖縄の食事は和食の長所プラス食塩が少なくて、しかも良質のタンパク質の豚肉が多いという点でヘルシーだと評価される。はい、さて、運動、ここに書きましたように、現在の不老長寿の薬は運動ではないかということを私は、申し上げておりますが、我らの先祖はですね、一日中走り回ってやっと一日の糧を得て生き延びた。運動しない人、運動できない人は死んだ。我々はその運動して生き残った人の血筋をもらってるんですから、運動して普通、運動しないと病気になる、まあ、これが原則です。これは犬がそうですね。犬は野生の動物ですから、とにかく走り回って一日の糧を、まあ、ライオンなんかは一日の糧どころか1ヶ月に1匹ぐらい取るぐらいで、まあ、餓死するものも多いわけでね、まあ、そういうことを考えても、とにかく運動は決定的な要因なんだ。運動しない、運動できない動物は死ぬ。その体質を受け継いでるのに我々が運動しなくなった。で、これはまあそれが生活習慣病の原因だと、まあ、誠に、的を得てると思うんですね。だから朝ね、私も近くで、公園で散歩してますけれども、犬を連れて散歩する人が多いんですね。で、犬はですね、運動させないと病気になるということはみんな知ってる、知ってて実行してる。人間はですね、運動が大事なことは知っててやらない。これがまあ決定的な違い。はい。あ、これは私の PR を少しさせていただきますが、こういう予防医学のために、日野原歯科学賞というのが作られておりまして、私は、まあ、褒めていただいたこと、ちょっと皆さんにご紹介させて。さて、もうそろそろ終わりに近づきますが、介護保険はですね、ちょうど長寿医療センターに来て、あなたは研究も大事だけども、こういう社会的なことにもちゃんと努力しなさいと言って、最初から介護研究会、厚生省にできた研究会のメンバーに指定されて一生懸命勉強して、介護保険の時には導入する時の担当審議会の責任者を務めました。
ですから思い入れも非常に多いんですけれども、まあ、結論から言いますと、私は、まあ、介護保険というのは、まあ、明治維新ぐらいの大きな進歩、ね、それまでのね、老人ホームなんていうのは、まあ、全く、まあ、収容所だ、とにかく死なないように飯を食わしとけ、とにかく、まあ、おむつで面倒だけ見ればいいという、だから外国の人が日本の老人ホームを見せてくれて、まあ、恥ずかしくて見せられなかった。ところが介護保険にはですね、介護保険はそういうような意味の、ね、弱者救済というね、食べれなかったら食べさせてあげる、動けなかったら助けてあげる、そういうその全部与える意味の弱者救済をやめて、ね、自立支援、例えば寝たきりになってももう一度元気になっておけると、だから福祉の概念を弱者救済から自立支援に大きく変えた。でこれはまあ世界がびっくりしたんですね。それからまあ要介護の決定にコンピューター入れたのが日本が最初、そういう意味ではまあ本当に世界の評価が高いんですよ。で日本もですね、まあ、ただ介護保険が入るときは、まあ、今まで措置で無料だった人がお金払うようになったとかあって、まあ、多くの人が反対しましてね、で傷だらけの介護保険とかこんな介護保険で、まあ、本屋行ったらいっぱい並んでる。で私もまあそういう仮の後ろ縁とか呼ばれて何遍もこれはどうするつもりだったけど、そんなにダメだったらじゃあ今の方がいいですかって言ったら、今の当時はいいと思う、だったらやってみなきゃ分からんでしょうということでやりましたけど、結果的には大成功。それから介護予防というのは健康づくりを介護にも導入したこと、まあ、こういうことも非常に、で何よりも先、ね、全て家庭が面倒を見ることと、当時はですね、親の面倒を第三者に任せる親不孝者と、そういうことは堂々と言われとったんですね。今そんなこと言われてもね、親孝行だって親孝行できないですよ。もうとても家庭で持つスケールを超えてる。だから社会が面倒を見る、こういう大きく変えたのが介護保険、ね、で、まあそれまで社会的入院といって、医療が必要じゃないんだけど福祉施設がないために入ってた社会的入院は全部介護保険に移りました。これが約2兆円、それから従来の措置に代わり要介護者の権利としてサービスが選択できるようになった。で介護保険そのものを見ますとね、スタートした時の総経費は 3.6 兆円、今まで、ね、9兆円近くなっている。それから約300万の労働旅行吸収する有料大企業で、国民総生産を押し上げる結果をもたらしている、まあ、こういうことを考えれば、で 今ですね、介護保険を取ったためにね、特養とか老健とかいうのが、まあ田舎へ行ってもですね、どんな部落行っても新しい建物って福祉ですよ。もうああ日本、それでしかもそこもね、昔のようにこう土仕込みで大部屋じゃなくてユニットケアといってね、寝るとこはプライバシー持って一旦出たらそこは大部屋と、まあ、そういうふうな形で外国人が見に来ても胸を張って見せられる。昔のね、介護保険の以前の老人ホームはもうとても見せられない。日本は本当に福祉をやる気があるのかということを言われるぐらい、とにかく面倒見さえすればいいという発想だった。介護保険はものすごく前向きの姿勢を導入したんですね。はい、それで、予防給付が導入されたのもこれ日本が初めてです。それからまあついでながらケアマネージャーという新しいね、いろんなサービスを本人に代わってアレンジして、その結果まで見届けるという職業ができた。ケアマネージャーね、介護支援専門員といいます日本語では。まあ、そういうことで介護予防を導入したということは、まあ、今までのようにできないことをやってあげる、ね、まあ、それから大きく脱皮してですね、何ができるかを一緒に探してあげてできるように努力する、これが福祉だ、こういうことを言い出して、これに栄養も入りましたし、リハビリが入りましたし、それから口腔衛生、先ほどね、いわゆる
総タンパクが非常に高齢者低い、栄養士がついていながら低い、これを何とかしなきゃいけないということで言いました。で、まあ私は先ほど審議会の責任者と言いましたけど、まあ最初は半分が反対論者でね、まあみんな一元五次ばっかり集まってますから、本当にもういつまとまるかわからんな。もうため息ついたりね、座長席に座って。で、言ったことが、知りながら考える。ぐじゃぐじゃ言って何もせんのが一番悪いとみんなに言ってね。で、理想的な高齢社会は、やってみたらすぐ何がいいか分かる。分かったらすぐ帰るようにすれば、理想に近づけると。ということで、理想的に見えるどの国でも、最初から完璧な制度を作ったところはない。とにかくやってみなきゃわからん。まあ、そういうことで、何だめすかし脅し、脅しはしませんでしたが、まあ、導入に踏み切ったわけです。まあ、相当私は努力したつもりであります。まあ、とにかく、もう、座長席に詰まったら、食べ息つくぐらいも、もう、会話紛糾するんですね。はい。さて、もうそろそろ終わりですので、この人生の終わりの話をさせていただきます。目指せ100歳といってもね、私は決して目指せ200歳とは言いません。なぜかというと、人間はいつかは必ず死ぬ、ね、間違いなく死ぬ。日野原先生もいつかはエンドを迎える。まあそういうことになればね、やっぱり元気で長生きして、それで安らかに死ねればいい。だから長野県の人が元気でコロッと死ぬことをピンピンコロリって言ったでしょ。ピンピンコロリは高齢者がみんな憧れるけれども、ピンピンコロリを実験できる人、実践できる人は 1% か 2% かしない。みんなはその前に病気になって不安を覚え、寝たきりになり、その末に死が待ってるわけ。だったらその期間をどう幸せにするかが高齢者問題の非常に大きな問題。そして最後は安らかにしないね。昔のように痛い痛いってのた打ち回ってね、死ぬ、ああいうのを見たら、あんな死に方はしたくない。で、一方から言えば、まあ、延命措置というのが医学は進歩してね、昔はね、呼吸が止まったら最後の息を引き取るで、ご臨終です言っちゃったんですけど、息が止まったら人工呼吸つけたら5年でも10年でも生きるんですよ。心臓が止まったら人工心臓だったらまた何年も生きる。それでまた元気になってね、頭が ありがとうよと言ってくれないけど、意識が全くないまま命だけ生かされる、まあ、こういう状態が出てきたことによって、まあもう末期になったら延命だけの目的の治療はいらない。これがまあ尊厳死運動ですね。自然死運動と言いますし、今平穏死という言葉を使っています。みんな同じ意味です。で、とにかく健康に前向きに生きて、健康づくりに努力して、最後は苦痛なく、みんなからね、こう手振って、先で待ってるからな、元気でな、つって、それで死ぬのが一番望ましいでしょ。まあ僕もそう遠くない死ぬわけでですね、そんなことを思ってます。それから今各福祉施設あるいは在宅で死ぬ人が増えてきている。これは昔はですね、もう全部在宅死、90% まで在宅死だった。で、まあ誰かが入院したと、病気はそんなに重いのというイメージだったんですが、今は救急車でスッと入るでしょ。そうすると日本は90% までが病院で死亡するんですね。で、病院で死亡するのは、まあ一方から見れば医学の恩恵に良くしたということは言えますけれども、まあ医者はさ、とにかく目の前で呼吸が止まったらさっと人工呼吸、もう無条件で手が動くんですね。命だけを救うことに全力を掲げてきましたから、そうするとその人が本当に最後まで幸せかどうかということはすっかり忘れて、医者はまあ死んだら医学の敗北って言ってね、もう
認知症だろうが寝たきりだろうが、とにかく命だけなかなかして人から文句を言わないようにしようということで、私医者ですから、まあ、そういうことをやってきたわけ。でもこんだけ高齢者が増えてですね、そしてこれからまあ高齢者が増えますから、多死時代といって死亡が増えるんですよ。で、死亡が増えると一番先に問題になるのはね、火葬が足らなくなる。もう今もですね、大都会じゃ亡くなったから明日火葬ってできないの。でそれが今の死亡がですね、平均したら今の 1.6 倍、1年間に死亡者は 1.6 倍になる。まあそんなことを考えるとね、明るい社会が曇りになっちゃいます。あんまり言いませんけども、で私は申し上げたいのは、福祉施設や自宅で亡くなってもですね、命が終わることを見届けるのは医学ですけど、その人の長く生きてきた価値ある人生のね、最後の締めくくりをお助けする、これは医学じゃないんです。看護師さんであり、福祉であり、家族であり、ね、看取りはアートで、そうして安らかに死ねば、医療福祉の敗北ではなくて、安らかな死というのはむしろ医学の勝利、ね、もうそう考えるべきだということを言って、これが尊厳死と言われるもの。延命措置の進歩で、不治末期になっても命の操作が可能になりました。この事情を背景に、不治末期には延命措置を拒否し、高い QOL で安らかな死を求める尊厳死運動が世界各国から起こってきました。私は尊厳死協会、今はもう理事長を辞めてですね、名誉会長という名前をいただいておりますが、運動をやってます。で、尊厳死運動は自分の意思で自分の死に様を決定する、人権運動。そして、日本尊厳死協会が法制化を求めて、今国会で一つの法律案ができつつあります。で、安楽死というのはね、安楽死というのはある方法で死期を早める、注射を打つとかね、息を止めるとかね、この尊厳死というのは延命措置をしないということ、全然違うんで、概念はね、そういうことを申し上げるということで、結論、我々未来庁に社会を創造する責務があり、それは我々の努力で実現可能です。で、目指す健やかな100歳も、まあ、高等無形の夢ではない。これから皆さん一生懸命頑張ればですね、日本はやがて幸せな国だろうといって比較が高く評価される次第が来るでしょう。高齢社会は決して暗くない、まあ、こういうことを強調して、私のお話を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。